今回は、モンストと延々の消防隊コラボ。このガチャのね、ほぼ最終評価をやっていこうかなと思います。で、今回、いつもと違うのは、ほぼ最終評価っていうところですね。このほぼが一体何を表してるかっていうと、シンモン、ベニマル、ロバーでもね、このキャラ結構使えそうな雰囲気醸し出してるんですけど、ここで使う前に、ちょっと最終評価という形で、今回のガチャ、いろいろ語らせていただこうかなと思うんで、まあ、ほぼっていう形になるね。で、ロバーで使ってから出そうかなとも考えたんですけど、多分、このロバーの降臨する月曜日の時期、私多分ジョーカーのワンパン動画撮ってるんですよね。だからそのワンパン動画の最中にちょっとロバーの使ってみたもやりつつ最終評価の動画も作りつつってやっちゃうとやることが大忙しで大変なことになっちゃうんで、ちょっと申し訳ないけど、まあ、そこはご理解したい、していただいた上でいろいろ解説させていただこうと思うんでよろしくお願いします。そんなわけで今回の動画は、まあ、各キャラについて話していきつつ、あとはやっぱり今後ゴールデンウィークに向けて結構注意したいイベントがちょこちょこあったりするんで、まあ、今後どういうイベントが控えてそうなのか話していきつつ、あとは、まあ、今回のガチャ全体で見てどうなのかっていう話も含めて話していきます。なので、まあ、タイムスタンプも多分つけてると思うんで、気になる部分だけ見ていただけるなり、全部見ていただけるなりしていただければかなと思います。というわけで、今回の星6キャラ3キャラについていろいろ話していこうかなと思います。で、私ね、この作品今アニメで知識深めながら面白いって思って見てるけど、まあ、今回話していく内容は、本当にモンストにおいてどうなのかっていう性能面の部分になってくるんで、その作品の好みの知識は一切排除して、いろいろ、まあ、現実的な目線で話していくんで、よろしくお願いします。そんなわけで、まず1体目のキャラクター話していこうかなと思います。死んだ草壁。まずこのキャラに関しては、もう使ってみた動画を2回も私で出してまして。まあ、性能的には、ブロックダメを地雷対応反射ということで、空中転移1だね。ここのすごい適性として実装されてますよと。そして、完全対応のキャラでは初めてとなる、超バランスも対応してて、まあ、殴り火力がめちゃめちゃ強いっすね。そして、このクエスト、地雷の爆発が5ターンっていう、かなり早めのところになって、まあ、いろんなところで、いや、飛行かよーみたいな感じで言われてるけど、そのデメリットを背負うから、何をじゃあ逆にプラスされてるのかっていうと、ウォールブースト M に、超ダメをも合わせてついてますよと。正直、ここまで殴りの強いコラボのキャラクターっていうのは、ほぼほぼ、いないっすね。大体のキャラはやっぱりキラーの投球が 1.5 倍が上限のキャラになりがちなんで、そこがしっかり M になってて、しかも超アンチダメージオールで火力も底上げできるっていうことをできるのは、本当に数少ないんじゃないのかな。キラー M ついてても、最近だと、アスランの連撃キラー M とかいうものすごい使いにくいキラーとかだったら、M はあるけど、本当にこういう壁ブスとかのそういうお手軽キラー M はなかなかないね。で、あと SS に関しても軽いターンで打てたりするし、ダッシュも持ってたりするんで、正直、飛行というデメリットに注目されがちだけど、それ以外の部分はかなりいい感じのものをもらえてる。飛行以外で文句言われてる信羅は、多分コメントとかでもほとんど見られてないんじゃないのかな。で、SS に関しても自強化倍率それなりにあったりするし、SS はね、割合だね。で、割合の使用に関しても、ただ普通に打ったらお手軽割合じゃなくて、触れた味方と敵の数が多いほど威力がアップするっていう仕様の割合になってます。なので、敵の数が多いと結構威力出せるタイプになってるね。まあ、細かい、その、計算数値みたいなのは、私がこれ発見したわけじゃないんで、気になる方はそれ、攻略サイトさんとかには書いてあるんで、それ見ていただければかなと思います。まあ、大体威力的には、1段階で2割くらい、2段階目だったらまあ3割程度ぐらい削れるかなっていう印象、持っておけばいいかな。なので、意外とね、やっぱり、さっきも言ったけど、飛行というデメリットすごい語られるけど、本当に、飛行以外のところがしっかり盛られてたりして、結構、超バランスの殴りキャラっていう点で見ると、かなりね、強めな部類になってるんじゃないのかな。あとは、友情コンボのラピッドボムスロー、原作再現のラピッド引用してるだけかと思わせて、ちゃんと友情の誘発とかもできたりするんで、意外とね、良かったりする。で、まあ、実際のとこ、このキャラは空中庭園1において、じゃあどれぐらい強いのかっていう話なんですけど、いや、めちゃめちゃ強かったっすね。
やっぱりもう事前にも言われてたけど、やっぱ超バランスに壁ブスに超ダメを持ってるってことで火力すごいし、数値で計算するとやっぱりチェシャ猫と比べて火力の差が最大4倍あるんで、飛行だからその地雷を回収する捨てターンみたいなのを作らなきゃいけないんですけど、それをやる価値のあるぐらいめちゃめちゃ殴り火力は高かったかなって思うわ。で、結局、ボス削り役として、一昔前は五条先生、今はシンラっていう新キャラが実装されたことで、多分、そういうボス削り枠みたいなポジションは、しばらくの間は来ないと思う。だから、いや、飛行だからシンラはなーって思ってて、天一、困ってるけどいらないかなって言ってる人は、多分ここ逃しちゃうと、しばらくの間は、似たようなポジションのキャラは来ないかなと思ってるんで、本当に天一困ってる人は、ここで、シンラは引いておいた方がいいかなと思うわ。ただ、使うんだったら、やっぱり飛行だから地雷の爆発はいろいろ気にかけなきゃいけないんで、まあ、人におすすめするんだったら1から2体ぐらいがまあ限界ラインかなっていう感じだね。ただ私は今後紋章積みまくるんだったら神羅艦隊でもええかと思ってる。使ってみた動画やった時は一応紋章なしでやったんですけど、あの後動画裏で紋章全員につけて神羅艦隊やってみたんですけど、もうね、どのステージも5点以内で余裕でいける。まあ、雑魚処理ぐだらなければ、もうボスなんて2手ぐらいあれば余裕で削り切れるんで、まあ、紋章つけた神羅艦隊は多分本当のガチ勢で速度を求める人は採用するっていう形にはなりそうな気がするね。ただ紋章少なかったりとかすると、やっぱり地雷の爆発いろいろ気にかけなきゃいけないんで、多分五条先生1体、あとは神羅とチェシャ猫で3体組み合わせるっていうやり方が無難なところにはなってくるんじゃないのかな。まあ、多分今動画で紋章つけた神羅の削り流してると思うんですけど、もう圧倒的すぎるねちょっと楽しすぎるかもしんないこれ。まあそんな感じになってます。であとコメント欄でちょこちょこ、いや飛行だから結局将来的にマインスイーパーの最適ぶっ壊れキャラは今後やってくるでしょみたいな、天魔にの言ってしまえばツタンカーメンポジションでしょこのキャラはみたいな感じのことは言われてるんで、まあ私もそうだと思うけど、そこをね、マインスイーパーの完璧なキャラ求める人は本当にまだまだ先の未来で、ちょっともうちょっと耐えていただいて引くのがいいかなっていう感じだね。ただその時に正直私ね、こんだけ超ダメオの火力出せるキャラをマインスイーパー M とか実装してやってきたら、それは本当にちょっとまたモンストやばすぎみたいな感じになると思うんで、おそらくこれに近いか若干劣るぐらいのマインスイーパー対応のキャラが来ると思ってる。そしてその時に私ね、リストラされるのは神羅じゃなくて多分五条先生とかチェシャ猫とかこっちの部類になってくるんですよね。今の神羅の火力でも普通に5点以内に駆け回れるんだったら、マインスイーパー持ってて神羅と似たような火力出せるんだったら、もういらないのってチェシャ猫とか、あとはまあブロック持ってなくて SS 使わないとちょっと動きにくくなっちゃう五条先生とか、そっちの方じゃねえのって思っちゃうから、私は意外と神羅はね、持ってると長いこと使えるキャラになるんじゃないのかなと踏んでるところ。まあ、ここは私の意見なんで、人によっては、いや、リストラされるのは神羅だろっていう意見も全然あるかと思います。そこはま、飛行をどういう風に見てるかだね。まあ、そんな感じで、神羅の意見はこんな感じになります。そして次が、アーサーボイル。もう本当に SS がかっちょよくていいんすよね。で、性能的には、もう本当に完全に未来投資ポジションのキャラになってるかなと、ガチ勢の目線ではいる。新規の目線から言ったら、重力ブロックとかでイデアいけるし、あとは、ま、地雷は対応してないけど、貫通の減速壁っていうところと、あとは友情コンボもなかなか中心弱点に通るんで、マーチとかで使えたりとか、カンデラで使えたりとか、そういう感じのポジションのキャラだね。まあ、全キャラが全キャラ、庭園適正とか、霊絶適正とかになったりするとガチ勢は大喜びだけど、ある程度のその中級者初心者から新規の人から見たら、いやいやそんなとこ最先端のところ私新規だから行きませんけどみたいな感じになっちゃうんで、まあたまにあったりするこういう未来を見据えつつ初期のところである程度は新規の人が使えるキャラだよみたいなポジションのキャラになってるね。なので、まあ、現状ではガチ勢目線から言うと、あんまりそのすぐ多くのところで使わないかなっていう印象。ただスペック的には、ファーストキラー持ってたり、SS の短縮で、弱点必中追撃とか使えたりして、まあ、SS のターンは長いのをサポートできたりするんで、かなりね、ポテンシャルは結構秘めてるんですよね。あとは友情コンボも、ファーストキラーが乗ったりするんで、かなりいろんなところで仕事してくれる印象かなと思ってる。で、SS に関しても、倍率もね、こういう時ってなんか最近のキャラって、なんか、その威力を低くされがちなんですけど、特に今回はボス必中、弱点必中に、さらに停止位置から貫通できるっていう、多分、私の知る限りワンパンの一番
最高の理想を秘めてるんで、こういう時って低いんですけど、今回は、結構いい感じに倍率もらえてるんですよね。高めになってる。さらにクリティカルも持ってるから、多分、クリティカルワンパンもできると思うんで、かなりね、追撃だけで見ると恵まれてるんですよね。で、あとは、まあ、今後刺さるのかどうかっていうガチ勢の目線を話していくと、正直ね、今ちょっと図鑑の映像、いろいろ絞ってる画像を流してると思うんですけど、4つのアビリティで見ていくと、アーサーしかいないし、で、その他キャラと合わせてもいないし、トリプルアンチギミックいろいろ流していっても、そんなにたくさんの適正キャラが存在してるっていうわけでもないんで、まあ、正直なとこ、こういう時って降臨キャラもしっかりある程度いないと、まずガチャ編も正直2、3体、4体くらいはいないと、まあ、なんか刺さらないよねっていう感じになりがちなんで、やっぱり、今の環境だけで見ると、その直近だと闇霊説が近いんですけど、なかなか、会いにくそうかな、みたいな。で、会っちゃったらもう正直この仕様ってぶっ壊れになるんで、もう正直このイデアでこの仕様だったら、イデアじゃないや、ホーサーでこの仕様だったら、この人でもう終わってますからね。そういうところで、まあその未来のことを見据えるんだったら、まああんまり刺さる可能性は現状低そうかなっていう印象にはなっているところであります。そんな感じになってるね。なので、まあ、そのスペックは高いけど、その、追い求めなくてはいいかなっていう印象になってる。ただ、アーサーはめちゃめちゃ演出かっこよかったり、原作でもかっこいい場面、私も最後の方見ちゃったから、知ってるんで。いや、これはちょっとね、いろいろやっぱ再現度も高いから、いいっすね。そして3体目のキャラクター、シンモン・ベニマル。炎炎の消防隊という炎をアピールしてるタイトルなのに、炎属性は主人公じゃないという、いや、意外性に最初びっくりしたんですけど、原作を見ると納得のいくポジションになってるね。性能としては、スアビで6個のアビリティを持ってる初めてのキャラクターかな。今までスアビ5個が限界点だったもんね。そこを早速超えてきましたと。持ってる能力は、3つしかアンチアビないんですけど、ダブル超アビになってるし、ワープ原則で天魔8とか、スアビ転送壁ということでロバーに行けたりとかする。なので、結構最近ではないけど、高難易度には刺さってる。ポジションにはなってるね。あとは、貴族性キラーと、超バランスの乗るチャージショットとか、誘発のできるランページウォールボムとかで、かなりいいものをもらえてる印象になってるかな。ただ、モンスト界の最強勢が基本的には対抗になってくるんで、これがやばいところだね。コラボでこんなところに喧嘩売るやつ、おらんぞって思ったけど、まあ、そんな感じになってます。で、性能というか SS に関しては、割合と直殴りも持ってる自強化追撃タイプ。大体こういう時って、何かしらのところが、弱い部分になってるんですけど、この人はね、全部いいものもらえてるね。自強化も24ターンにしてはいい倍率もらえてるし、割合が 17% って単体でだから、そこがちょっと、うーんっていう感じだけど、ただ直殴り追撃が、最初に触れた敵の弱点必中タイプになってるんで、ここはね、ものすごいいい仕様もらえてる。最近だと新アスカが、どこに触れても弱点必中だったけど、近い敵に、攻撃するタイプだったんで、それが最初に触れた敵、割合も入ってるから、かなりここはね、いい仕様になってるんじゃないのかなって思うわ。なので、やっぱり、主人公が炎じゃなくて別の人が炎になるだけあって、かなりね、高い性能もらえてる。しかも、シンはガイドだったけど、こっちはクリティカルということで、運が良ければ、クリティカル直殴りワンパンみたいな、そういう現象も、運が良ければ起きたりするっていうところで、かなりロマンもあるキャラになってるんですよね。ただ問題点はもういろんなところで言われてるけど、もう強いキャラたちに喧嘩を売りまくってる。もう正直このキャラの性能が弱えみたいな感じのことはあんまり印象ないけど、なんていうか、ロバーでの正宗とか、天魔8のエクスカリバーと比較すると、やっぱちょっとねーみたいな。そんな感じ。比較するキャラがトップオブトップすぎて、このキャラの性能が霞んでるみたいな感じ。で、一応ワープ転送とか減速転送とか、そっちの組み合わせでは対抗馬いねえかなと思ってたんですけど、よくよく考えたらワープ転送で砲撃正宗いるから、三強に喧嘩を売っちゃってるというやべえ男になってます。まあ、さすがに、ちょっとコラボキャラを褒めたい気持ちはあるけど、正宗とかエクスカリバーと比較しちゃうと、やっぱちょっと、
まあ優先はあんまりしないかなっていう感じにやっぱなってきちゃうね。殴りにおいてはやっぱり政宗と比較しちゃうと少し勝ちにくい部分にはなってくるし、ロバーで使えてないんですけど、やっぱりあそこは弱点露出が強すぎるんで、政宗の方がやっぱ使いやすくて強いよねっていう結論におそらくなるんじゃないのかなと私は踏んでるところ。だから戦っていくところとしては、こういうワープ転送とかワープ減速とかで、殴りクエスト出てきた時に、カリバーとか砲撃政宗はそこに強みのあるキャラじゃないんで、そこでね、強みを持ち上げて、強いねっていう言われるところがやってくると、このキャラの評価は上がってくるんじゃないのかなと思ってる。あとは一応、ランページウォールボムとか持ってるんで、エクスカリバーとか、政宗とかと、その友情の誘発っていう面では、かなり相性いいと思う。あとは、政宗の防御ダウン弾とかも、あれ、ボス必中で、敵に当たるダメージ 1.2 倍増やせるんで、SS のこの暁追撃とは結構相性いいんですよね。直殴りのダメージをより上げることができますよと。なので、そういうところでの、なんか、組み合わせでの価値みたいな、そんなところは、たりするんすけど、基本的にモンストはなんか強いキャラ持ってたらそいつ一体の艦隊でよくね理論が組み合わせがちなんで、まあなかなかやっぱちょっと殴りクエストみたいなところがやってこないと、そこだとね本当に超バランス超ワープ超減速の加速も取りつつ貴族性キラーってこれね対抗できるキャラいないっす。まあ、強いて言うなら、エクスカリバーの大号令壁ドンでぶん殴れれば、またちょっと未来はあるけど、通常時の殴りで言うなら、圧倒的にこれ、シンモン、ベニマルの方が強いし、あとは、まあ、バブリンモードを持ってるから、大号令とも相性いいんで、まあ、意外と政宗とかエクスカリバーとの組み合わせの相性が良かったりするかな。あとは、毒無効とかがなんか刺さったりすると、ものすごいもてはやされそうな印象だけど、現状はやっぱり、そんなクエストが、まあ存在してないということで、やっぱり、まあロバーの使ってみたができてないというところで、あれだけど、っていう感じに少しなりそうかな。いやでもこれ正直私運営さんに言いたいんですけど、ここにさ、もう一旦でいい。一段階目も二段階目も一旦でいいし、最初に触れた敵単体だけでもいいんですけど、遅延欲しかったね。もう最初に触れた敵に一旦だけでもいいから遅延できたら、ロバーで、ちゃんと役割持てたと思うんですよ。まだ使えてないけど。本当にあのクエストのめんどくせえところって、同時処理のピエロがクソ邪魔なところなんで、あれをね、もう一体でもいいからどっちか片方遅延できれば、もう余裕で雑魚処理簡単になるんで、それができるようになったら、政宗のアシストスキルの、SS を短縮するっていう能力あったりするから、ボス手前のめんどくさい同時処理と、ラスゲの同時処理で SS 使えて、遅延使えるから、一体シンモンベニマル、残り三体政宗が最適の編成だねっていう結論に、まあ、至れたんじゃないのかなと思うんですよね。まあ、これはちょっとエアプの意見なんで、もしかしたら、ロバーで、使った時に、あ、やべ、これ、絶対、シンモン、ベニマル一体編成した方がいいわっていう意見に変わるかもしれない。そこは、使ってみて意見変わったら、コメント欄で、ちょっと意見変わったよって書いておきます。そんなわけで、今回の星6キャラ3体について、いろいろと話させていただきました。で、ここから話していくのは、性能以外の面、この、今後の起こり得るイベントについてですね、今このガチャの性能うんぬんかんぬんと、あとはやっぱり今後どういうイベントがやってくるかで引くべきかっていうのは決まってくるんで、今から話していくのはそんな感じのところ。で、まず気をつけておきたいのが、まあ、コラボ期間中にあるモンストニュースだね。一番最後のモンストニュースで、4月前半のガチャ情報っていうのが出てくるんで、これは毎回言ってるけど、ここは確認してから引くのが一番無難なところになってくるかな。ただ、まあ、いつも通りだったら工場イベントになってくるんで、多分コラボガチャの方が、この2つで比較した時はコラボガチャの方が優先度高いかなと思います。ただその先コラボが終わってから起こり得るイベントがやっぱりこの時期は怖いところなんですね。去年4月とあと5月何が起こったのかっていうと、劇中コラボとあのモンストのアルファガチャとあとはゴールデンウィークにコラボ、これがね、起こったのが怖いところなんですね。で、劇中限定は去年初めて起こったイベントなんで、ワンチャンないかもしれないけど、4月のアルファガチャは、ほぼ毎年やってるし、ゴールデンウィークにコラボは、もう7、8年前ぐらいから毎年やってるんで、まあ、99% ゴールデンウィークにコラボはあると言ってもいいことでしょう。で、去年のゴールデンウィークのコラボ何が起こったかっていうと、進撃の巨人コラボですね。まあ、皆さん心に残ってることでしょう。大盛り上がりしましたからね。はい。そんな感じでこれらのイベントがあるからいろいろと気をつけておきましょうっていうところなんですけど、まあ、正直アルファガチャは、まあ、性能いいかもしんないけど、そこまでね、個人的には気にかけなくても、まあいいかなとは今のところは思ってる。ただ気をつけなきゃいけないのは、劇中コラボなんですよね。これはね、結
構来たらやばいです。なんでかっていうと、もうこれ先に結論言っちゃうけど、劇場コラボは基本的に引き得です。特に劇中限定があんまり私揃ってないんですよねっていう人は、もうね、何も考えず劇中のコラボ引いとけっていう結論に大体至ります。今のところの鳥獣劇中コラボは、毎回私その結論になってる。なぜかというと、モンストの最強は鳥獣と劇中に大体揃ってるから。なので、モンストのキャラ揃ってない人ほど、やっぱり、ここ引くと、一気に戦力増強できるんですよ。そこにさらにコラボキャラが3体含まれてますよっていうところで、コラボもゲットできるし、劇中限定も引けるってことで、大体確率合計で 5% ぐらいでコラボか劇中限定が出るみたいな感じになりそうな感じだから、やっぱね、そこ考えると、ここにオーブ貯めておくと、お手軽に戦力増強できるよっていう感じになりそう。逆に劇中限定全然私揃ってますよっていう人は、まあ、コラボの性能が微妙だったらスルーしてもいいんじゃねえのかなとは思ってる。そんな感じになってます。だからここがね、もうあと、ワンチャン1ヶ月後にはそれを引きに行く場合になり得るし、で、ここでオーブすべて使っちゃうと、ゴールデンウィークとかアルファガチャにオーブがないから、ある程度オーブに余力持ってる状態じゃないと、ちょっと大変な目に遭っちゃうよっていうのは、覚えておいた方がいいかなと思うところであります。なので、いやー、これが怖いところなんですよね。これも本当に未来の話になってくるんで、こういう情報があるから、まあここでこういう情報を知った上で、まあいろいろと判断していきましょうっていう感じになっております。そしてそれらの情報を踏まえて、今回の延々コラボガチャ最終まとめ話やらせていただこうかなと思います。まずは、やっぱり定位置だね。気にしなきゃいけないところは。ここの適性が実装されて、まあ、五条先生とかも、事前にとはいえ実装されてるんで、多分ここからしばらくの間は、新しい適性来なさそうだし、もしやってきてもそんなに強くないパターンが多くなりそうなんで、まあ、今の環境で五条先生持ってませんとか、チェシャネコッカスとかも全然持ってなくて、私定位置にすら挑む権利ありませんとか、持ってても火力不足を感じたりするんだったら、シンラはね、やっぱり引いておいていいんじゃないのかなと思うね。これだけの火力出せるキャラは、おそらく今後の適性でもなかなかいないと思う。で、やっぱり皆さん気にしてるのは、飛行のところ。将来的に多分ここが、マインスイーパーになった最高の適正キャラっていうのが、いつか実装されるんじゃないのかなと予想して、ちょっと飛行かどうか迷ってる方もいると思うんですけど、いや、私の予想はね、やっぱさっきも言ってた通り、シンラの火力は超高いんで、これはね、やっぱ超えられないと思う。リストラ優先対象は多分五条先生とか猫とかになってくるんで、意外とシンラは生きてくるんじゃないのかなと。私は予想しているところ。なので、まあ私の予想はこうだね。まあ逆に、いや、飛行がリストラ先だろって思う人は、まあ引かなくていいと思うけど、まあ死んだ引けたら、私の予想としてはかなり長く生きてくれるんじゃないのかなと踏んでるところになってるね。で、今勝てるんだったら、別に天一の適性は、まあ引かなくてもいいんじゃないのかなっていう感じになってます。あとはもう一体、やっぱり、シンモン、ベニマル。まあこっちも、ライバルに喧嘩売ってるとはいえ、そのライバルを、持ってませんって言われたら、これらの入手率って結局 0.4% とかそれになってくるから、まあ 1.8% で引けるベニマルはなかなかいいんじゃねえのかなとは思ってるところ。ただやっぱりライバルじゃない、この対抗馬のエクスマサムネ十分な所持率私ありますっていう人は、ベニマルの優先度っていうのはこれから先の未来のクエストで、刺さってこないと、ちょっと出番が少なくなってくるかなと思うんで、そこはやっぱり皆さんの手持ち次第かな。あとはもう確率低かろうが、最強が上にいるんだったら、スルーしますっていう人は、まあ、最悪スルーっていう感じだね。結局、スペックが高いっていうのが、かなり気になるところにはなってくるんですけど、絶対コラボの中に一体、ちょっと、あれだけど、スペックこのキャラ高えよなっていうキャラは毎回いるんですよ。そのキャラを毎回引けって言ってたら、結局全部のコラボ引かなきゃいけないんで、スペックが高くても、やっぱり無視しなきゃいけない時っていうのは、無課金の人とかは絶対いつかやってくる。なので、どこかのタイミングで、やっぱり無視する時っていうのはやってくるんじゃないのかな。なので、まあ、このベニマルにも関心ありません。シンダも興味ありません。で、本当のガチ中のガチの人しか、アーサーはね、やっぱり評価しにくい傾向にはあると思うんで、そういう人に関しては、もう、完全スルー、特玉フィニッシュ。まあ、こうなっちゃうのかなっていうのは、思うところね、正直。もうこれはね、本当毎回引きましょうって言ってると、やっぱりそれはちょっと信頼性にも関わってくるんで、考察動画の。だからやっぱり今回は、ちょっとですね、劇中限定のコラボが控えてますよっていうのもあったりするし、ゴールデンウィークコラボも控えてる、アルファガチャも控えてるっていう、これらの状況で、まあ引く価値がやっぱりスペックとかの未来の話、今の環境で使うイメージが湧かないっていうんだったら、まあ完全に特ダメ編集かな。はい。
これはもう覚悟の結論ですね。もう本当に、そういう感じになってます。いや、これはだからちょっと作品好きな人には申し訳ないけど、モンストというゲームの環境においてどうなのかって言われたら、まあ、使う価値を、その、今すぐ使う意味を見出せないんだったら、まあ、ここになってくるんじゃないのかなっていう感じでね。これによってはすごい人によって意見が分かれるかなと思います。多分コメント欄でもいろんな意見書いてたりすると思うんで、もしかしたら。いや、これで私のコメント欄延々してる、大延々してるかもしれないんで、ちょっとこの時点で意見いろいろ書いていただけるとありがたいかなと思います。そんな感じで、私の結論はこうであります。気になる方は、まあ、他の方の意見とかも見てからいろいろ判断していただければいいかなと思うんで、よろしくお願いします。